これは、なんかね、100円ショップ、ダイソーで売ってるやつよりも、さらに、これは GoPro 用の、3かな、安いやつ、200円台で買ったものですよ。もう加工しちゃいまして、外してここに穴ぼっかけて、ビスで止めただけ。で可動域が少し広がります。すぐ取れちゃうんだよね。ここネジ緩んじゃうとすぐ取れてしまうんですけど、今はこれ少し締めて使ってますから大丈夫です。ここがあれば。至るとここうやってこうやってクリップ少しこう開くものを使えば強いものを使えばいろんなところにこう挟んで使えますでしょ。こういったものを作っちゃうと簡単ですからね。Facebook 動画ではアイコンまたはリンクインフォより登録をお願いいたします。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。